いとこのつぐみさんが経営する旅館を手伝いに来た俺は、奇妙な夢を見ていた。遠い日の記憶、かすかに残る懐かしさ、白銀の雪に包まれた10年前の思い出。Thank you.
どうやら俺は落石事故に巻き込まれたらしかった。けれど、不思議と傷一つ負わなかった。そして、10年ぶりの再会を果たす。で、こけた！やるから。大丈夫か？大丈夫だ。俺は死ぬんじゃないから。ほらほら、足ある、足。この通り。君はジャンプできないぞ。よかったな。
出雲かなただよ。俺の名前だろ。出雲かなたってだよ。お前さっき俺が死んだとかなんとか言ってたけど、私が悲しいのかなり化けて出てきちゃったよ。そんな筋合いはないから。迷わず成仏してったよ。生きてるから成仏できない。落ち着けって。生きてるから俺。事故に遭ったのは本当なんだが、死んじゃいないから生きてるぞ。この通り。カナタちゃん。おっと。また買えばいいだろう。じゃあ俺が買ってやるから。お小遣いは残ってないぞ。ちょっと待てよ。外側が汚れてるだけで中身は大丈夫なはずだから。ほら。
アンマン好きか？うん、俺も好き。かなた、かなた、かなたちゃんって呼んでいい？ああ、好きにしてくれ。私、雪月すみの。こうして俺はすみののことを思い出した。昔出会っていたこともその時交わしたはずの約束のことも、それからバイトの日々が始まる。そんな中、一人の小さな女の子と出会った。また木の実でも取って食べようかな。確かに飽きたね。たまには巨大な肉や巨大な魚が食いたいの。にゃー。あっ。にゃ。よ、また会ったな。おてんばのとんでもないわがまま娘。その子が自分にとってかけがえのない存在になるとは。手袋をしているのに手が冷たいの。でも頑張るのじゃ。シャム、今日はカナタ来るかな。来たらこれ見せるのに。早く来てくれないと困るな。早く来てくれないとお腹が減って困る。
タコギが来たぞ。冗談だよ。冗談だってば。おはよう。おはよう、カナタ。雪だるま作りは順調そうだな。カナタのおかげじゃ。いやいや、桜花の努力の賜物だろ。今作ってるのは体の部分じゃ。後で頭の部分を作るのじゃ。冷たいんだろ。手袋をしてるのに冷えるじゃん。霜焼けになるぞ。カナタの手は温かいね。ずっとポケットに手を突っ込んでたからな。大きいの。桜花の数倍だぞ。本当だ。一緒にいるとまるで自分の娘のように思える不思議な女の子だ。スミノとの時間を過ごしながらこの子との思い出を積み重ねていった。そんな日々がしばらく続き、そしてある日とんでもない事件が起こった。スミノと一緒になるのはいいことよね。まあ、そうだな。だったら、私の気持ちも分かってくれるわよね。つぐみさん？この旅館、かなたちゃんにあげるわ。派手にこけたわね。俺の戸惑いをよそにつぐみさんはこの日から姿を消してしまう。旅館の経営なんてやったことがない俺は途方に暮れた。じゃあかなたちゃんってば。うん、眩しい。こたつで寝てたら風邪ひくよ。うん、こんばんよ。スミノ、あれ？ごめん、電話で来るって言ってたのに。おかしいな、門限厳しいさよりさんが。スミノ、何その荷物。私の荷物だよ。え？学園にね、中退届出してきたからね。え？お世話になります。は？カナタちゃん、明日来るお客さんの名前は何名？ちょっと待て、スミノ。え？
何する気？ここでおかみする気。はあ。うわ、びっくりしたよ。なんだって？だって私いずれはかなたちゃん嫁さんだよ。そして、俺とスミノが旅館を切り盛りすることになった。そしてある日、オーカー！カナタ！嘘だろ、本当かよ。見えないぞ。オーカ、お前も社の中に入っ。あっ、オーカ、オーカ、オーカ、大丈夫か。思い出した。何を。父上と母上が死んでいたのじゃ。Look!
うなんだ。うん、やっぱりどこか悪い。うん、早く言ってくれ。カナタさん、なんだ。昨日確かにあの子の目の前で雷が落ちたんだな。ああ。それで両親が実は亡くなっていたことを思い出した。ああ。ってことは今の桜花ちゃんはダブルショックなのよな。ダブルショック？落雷のショックで親が死んでいることを思い出した。だがその死が受け入れられず、その事実もショックになってしまった。それで今の桜花ちゃんは一種の錯乱状態だ。親の死を認めず逃避をしてしまっているんだ。つまり、カナタさんを父親、スミノを母親として見ることによって、無意識に逃避しているんだ。そうなのか。彼女の繊細な精神が、無意識に自己防衛したのだろうな。逆にあの年で、親の死を認識する方が難しい。なるべくしてなった結果だと言っても過言ではない。桜花に怪我はなかった。しかしこの子の心には大きな傷を残すことになってしまった。目を覚ましてから俺とスミノのことを自分の両親だと思い込んでしまったのだ。カナタちゃん、一人で納得してるよ。おお、すまんすまん。見なくてわからんという結論だ。スミノ。はい。桜花をこのまま養子縁組して。オッケーだよ。早いなお前。だって私はずっと桜花ちゃんと一緒に暮らしたいんだもん。でも俺たちが親代わりになるって全然オッケー。そうなの？うん、私はそれを望んでいたんだよ。そうだ。こうして桜花を俺とスミノで育てることになった。そしてスミノは俺のプロポーズに心よく答えてくれた。スミノ。はい。旅館手伝ってくれてありがとう。すごく助かっている。お前がいなきゃ潰れてたと思う。その感謝を込めて。ずっと俺のそばにいてほしい。カナタちゃん、結婚しよう。お願いします。私でいいの？
て、私が無理やりあの旅館に来て、無理やり居座っちゃって、かなたちゃんの気持ちとかそんなの無視して。すんな。でもね、私ね、怖かったんだよ。またかなたちゃんがどっかに行っちゃうんじゃないかって。だから。どこにも行かないよ。俺の居場所はこの村で、俺のそばにはスミノがいてくれないと嫌だ。俺とスミノとオオカとシャモンで家族だろ。カナタちゃん、カナタちゃん、カナタちゃん。オッケーしてくれるか。これから先たくさん苦労もあるだろうけど、スミノと一緒だと大丈夫な気がするんだ。俺とだったら面白おかしく過ごせるぞ。だから俺と結婚してほしい。最愛の人と本当の家族になったのだ。オオカも俺たちにとって本当の娘になった。つぐみさんが旅館を俺に押し付けて、スミノがやってきて、オオカも一緒に暮らすことになって、奇妙な縁で始まったけれど、そんなことは関係なく、俺たち三人は万年雪の降るこの村で暖かな日々を過ごしていった。ここに来て初めてこの村の春や夏を体験した。そして今晩秋を迎えている。俺はすっかりこの旅館の主人が板についてしまった。そしてスミノは、カナタちゃん。おう。朝ごはんの支度できたよ。そうか。体大丈夫か。ご飯作るくらい大丈夫だよ。調子は？いいよ。座りも今朝はなかったから。そうか。よかった。母
の子大丈夫かい？大丈夫だよ。早く生まれてこんかな。大川、どっちが欲しい？赤ちゃん、ずっと悩んでるわよ。そう。だって、大切な人だ。また一人、家族が増えるのだ。そして、オオカもそれを楽しみにしていた。小さなオオカの中に、お姉さんとしての自覚が芽生え始め、俺もスミノも、その成長ぶりが嬉しかった。しかし、そんな幸せな日々も、長くは続かなかった。それで外に出てもいいぞ。うん、じゃあ新聞取りから始めるのじゃ。お、お客さん用のだから丁寧に郵便受けから取るんだぞ。張り切りすぎてこけたのか？にゃにゃおうか、にゃにゃにゃどうした、おうか。おい、にゃにゃにゃオオカ。オオカが天へと帰る時が来てしまったのだ。オオカ、大丈夫かな。ちゃん、今、助けてやるからな。オオカちゃん、来た。待ってくれ、父さん。いや、私が見る。お前は引っ込んでなさい。
違うんだ、これには訳があって。ごめん。清志郎さん、大岡、今医者が来たぞ、しっかりするんだ。何やってるんだ、早く娘を見てくれよ。お願いします、清志郎さん。清志郎さん、どこにいるんだい？そのうなされている子というのはどこにいるんだい？ここ、ここですよ、ほら。ほら。どこにいるのかな。君たちが冗談を言ってるわけではないのはわかるんだが。どうにも言っている子が見えなくてね。遠の昔にその娘は死んでいるんだ。竜神の社で両親の帰りを待っていた。もっと前から。おそらく生まれる前に母親と共に。お前、何言ってんの？こうやっているじゃねえか。カナタさんとスミの実だけ見えているんだ。何言ってるんだよ、お前。お前だって一緒に遊んだりとか、
さよりさんだって。さよりさんはおそらくいつも一緒にいるシャモンを桜花と間違えたんだろう。カナタさんら以外のみんなが見ていたのは猫のシャモンだ。じゃあお前はなんで。私は生まれつきそういう力があるだけだ。なんだよそういう力って。霊が見えるんだ。正しくは感じるんだ。この子と初めて会った時もそうだった。顔や姿はぼやけていて、いまいちよくわからないんだ。この子の考えていることや言いたいことは分かったんだ。無論人よりも霊感が優れている動物たちにも見えている。なんで俺たちにしか。それって嘘なんでしょ。ねえメイ君、悪い冗談だよね。なんでこの通り桜花ちゃんは。そんな。なんでわらわの体が。
寒いの。リニエン。早く帰ってこないかな。ニュー。父上、母上、遅いのじゃ。早く来ないかな。ニュー。ニュー。父上と母上が来たら、なんて言おうかもう決めてあるのじゃ。にっこり笑って、お帰りなさいって。きっと、もうすぐなのじゃ。だから、泣いたらダメなのじゃ。だから、おうか。迎えに来たぞ。おうかちゃん。何してるんだ。ほら、お前の父上と母上じゃないか。でもじゃない。俺たちはお前の両親だ。今までがそうだったように、これからも。お前は俺たちの子だ。ただいま、おうか。おうか。死んでないのじゃ。ファラワは、ファラワは父上と母上の娘なのじゃ。おうか。なのにどうして、なんで生きてないのじゃ。いい子になるから、もっといい子になるから、ここにいたいのじゃ。もっとたくさんお手伝いして、シャモンも朝日もバラバが面倒を見る。だからそばにいてほしいのじゃ。一人はもう嫌なのじゃ。そばにいてとスミノはいつもお前のそばにいる。そばに
いるから、一人じゃないから。お前と過ごした日々や、お前と話した言葉も全部覚えている。一緒に雪だるまを作ったこと、一緒にお風呂に入ったこと、たくさん部屋で遊んだこと、全部だ、全部覚えてるんだ。忘れるもんか。ずっとそばにいるから。シャモンもアサヒもずっとお前のそばにいるから。だからお前は一人じゃないよ。お前は一人じゃないんだ。待ってたんだもんな。つらかったな。もういいからな。父上と母上がこうやって迎えに来たから。もう待たなくていいぞ。な、おうか。柔らかなそよ風、この髪を揺らして小さな涙をそっと空に連れてく。暖かなこの手に包まれて、泣かないで、欲しいのじゃ。そばにいてくれるならわらまももう泣かないのだ。わらは泣かないのじゃ。だから父上も母上も泣かないでほしいのじゃ。動くか。とてもいい子だ。バラバは
なのじゃ。よしよし。父上、母上。ん？俺も愛してるよ。私も。サモンも朝日も大好きなのじゃ。それ好きなのさ。よし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 。こうして桜花は天へと帰っていった。そしてこの村に奇跡が起こった。万年雪が溶け、春が訪れるようになったのだ。それから数年後、生まれた子供もすくすくと育ち、訪れた平和な春。あ、おー、来た来た。支度できたよ。さくら。パパ。おっと。おてんばだな、お前は。ん？ママは？ママ！はいはーい。やっと支度できたよ。あ、お母さん、メイコ、いらっしゃい。ご苦労様。ママ！はいはーい。さくらちゃん、こんにちは。こんにちは。さくらちゃん、いい子だね。ふふふ。にゃにゃーん。は、シャモン。にゃーん。お前。昼飯時になったら帰ってくるな。
にゃにゃみんな揃ったよ。よし、じゃあ行こうか。じゃあ、お花見大会始めるよ。おお。おお。わあ。私、パパのお膝の上。あ、よし、来い。さくら、楽しいか？あ、楽しい。そうか、お花、きれいきれいだね。きれいきれい。ここにお帰りなさいだもん。